どうも、ハイチーです。えー、本日日曜日はですね、ダラダラジオの、えー、投稿の日なんですが、えー、本日お休みをいただきます。で、それのついでと言ったら、ちょっと言い方が悪いんですけど、あのー、二つ伝えることがありまして、一個はご報告、まあ、伝えること。で、一個はお願いなんですけど、で、ちょっとサクッと話すんで、よかったらちょっと聞いてもらっていいですかお願いします。で、まず一個目が、あの、今日のダラダラジオを休む理由にもつながるんですけど、 自分もともと片頭痛持ちで結構頭痛が日常的にひどいんですけどでこの1ヶ月ぐらいねその頭痛がちょっとおかしいというか <laughs> ひどいんですよで普通に勉強動画とかあのトークのね普通に顔出してトークする動画とか最近撮ってますけどあれを撮るのに支障が出る <laughs> ぐらいになっちゃってで薬もらってだま,ただましだましやってればいるんですけどそうでどうにもこうにもいかんことが結構増えちゃってね そうだからあの今週24明日かねね24の週は少し動画の投稿ペースを落としてあの体を休める週に使わせてもらいますで知ってる方もいるかもしれないんですがあの今週大阪に、まあ、仕事の関係と YouTube の関係でちょっと出張に行くのでそうだからあのそれもあって投稿できないっていうのももちろん物理的な要因でねあるんですけど、まあ、今週は動画,の動画の投稿ペースが落ちるんですがあの本当はね 夏休み入ってさ最初の週というかだから自分をねガンガン動画投稿するからさみんな頑張ってこうぜみたいな感じにしたくてまあ板書とかも作ってたんですけどあのうんまあ自分の体と相談した時にここで無理をすると8月にちょっとやらかすかもしれないなという不安があってですねあのそう情けない姿見せて申し訳ないんですけどあの1週目ちょっとね休みを休みというかゆっくりさせていただきます。 でまあ、31から、ねえー、と元気にというかまたガンガン、ね、動画毎日1歩最低1本、ね、撮っていけるようにしますのでよろしくお願いいたしますでもう1個がお願いなんですけどあの前にもお願いしたことなんですがこう勉強とか恋愛とか、まあ、勉強関係ないもの全然いいです恋愛とかね普通に友人関係とか家族関係でもいいんですけど受験のこととかさあの相談と質問を改めてちょっと募集させてもらっていいでしょうか で前募集させてもらったやつのコメント欄のはもちろん目を通すのであのそっちでも構わないんですがえもう一度改めて、まあ、夏休み入った今だからこそ聞きたいことがあるかもしれないのでそれをこの、えー、とコメント欄に書いてもらってよろしいでしょうか。 で、それプラス、あの、質問コーナーをやるつもりは今のところはないんですけど、あの、自分、ハイチ、俺ね、ハイチ自身に、まあ、聞きたいこと、ハイチへの質問コーナー的な感じので、もしあるとした時に聞きたいことがあれば、それも合わせてこの動画に、コメント欄に書いてもらえればと思います。で、その、ハイチの質問コーナーの方は、全然今どうやるつもりないんですけど、集まったらやろうと思ってるぐらいなので、まあ、全然まったりでいいんですが、その、勉強とかさ、勉強関係ないやつの相談、 とか質問に関しては、あのー、24、明日だね。明日の夕方ぐらいまでのに書いてくれてるやつだけを目を通して、ちょっと答える形にしようと思ってますので、で,できれば、ガンガン書いてほしいで。しかも、勉強に関係ないこともガンガン書いてほしいです。ちょっとね、集めたいんです、質問を。そう。なので、まあ、熱動しろなんて思わないんですけど、こう、こんなこと書いていいのかなって思うことは気軽に書いちゃってください。ひとまず使う、使わないはちょっとあるんですけど。 ただ、あの他の方が目を、ね、見た時に不快になるようなものは避けてもらえたら嬉しいです。ちょっとそこは空気を読んでもらえるといいなと思うんで、よろしくお願いいたします。なので、えー、と今回はまず一、えー、つ目が、今週少し、ねえー、と動画の投稿ペースが落ちますが、えー、とお許しくださいっていうのと、えー、質問相談。 で、またはプラス配置への質問コーナーっていうのがある,あるとしたら、そこの質問も含めてなんですけど、それをこの動画のコメント欄に書いてもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。あの、あんま謝るのはさ、一応良くないと思うんだけど、あの、本当に申し訳ない。本当にこの一周目大事だと思ってたから、すごい準備してたんだけど、あのちょっとゆっ,ゆっくりするというか、体を休めます。はい。で、31からしっかりやれるように頑張りますので、またよろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。